アカウントにしたらナイス取れんじゃないの女の。どうなの取れそう。無理よ。浮いたのロス、浮いたのロス。あ、マジでやってみる。浮いたのアカウントで。あ、いける。浮いたの、あ、浮いたアカウントだとナイスいけそうじゃない。俺取れないじゃん、靴だから。浮いたやってみるか。500ぐらい押してくれんじゃない。いや、これ今みんな押すって言ってくれてるやんか、うん、絶対押さへんから。押さへん。浮いたリスナーになりたい。浮いたのアカウントあんで、一応配信してないけど。前のアカウントは消して、消してまた新しく作ったのよ。押す。なんかでも教えてないのに4人ぐらいフォローされて、あ、4人ぐらいね、アカウント見つけてもうフォローされてんだよ。一人のリスナーさんだけは自分がフォローリスナーさんがいるのよ。フォローしたからあれなんだけど、ツイッター配信して通知取った、通知取ってくれたの。男前に、あのね、思った。男前に見えるでしょ。俺さ、彼女じゃん、俺彼氏だと思うもん。それな、なんか俺よりしっかりしてるのね。デートするのも全部調べてくれたりして。友達にもな、か彼氏だと思う。なんか言われる。俺が彼氏でさ、デートプランとか立てないといけないのに車とか出してくれて、全部調べてくれて、全部やってくれるのね。だからどっちが彼氏みたいになるよね。こっちが彼氏の方がいいんじゃねえのみたいな。フォローした？彼氏みたいなんだよね。フォロー、すごいな、フォローされてる。何人いる？え、今でも、18人。さっきまで。これだよって言って。これだよ。これ。このアカウントだよって。あ、コメントして。フォローした？もう絶対話さないよ。浮いたんて。うん。あ、これ。フォローしてこれ。これ聞こうかなってる、フォロワー。してる。わかった？パパですらフォローしてないのに。うん、俺のこともフォローしてないの。位置ってあるけど、誰フォローしてるの？誰？お前それ男だろ。違う。誰だよ。ああ。それで前ありきとって。あ、ふわくまりえた。あ、誰だ。あ、ありがとう。ありがとう。150人フォロー来た。さっきまで5人とかやったのに。すごい。チャポチャーカ作る。チャポのアカウント、チャポのアカウント作る。あ、そうか、チャポだけ写して。チャポだけ暇な時見に来てくれんの。チャポだけ写したやつ。チャポちゃん何してるかなって。テチテチさん。あ、シュートくんな。シュートくんの好きなのよ。シュートくん今日昼なんか車乗ってたで。うん、してきた。フォローしてないのに浮いたんだけフォローした。やめてよ。パパもフォローして。楽一さん。意地悪しないで。あー、花火です。サムネ前と一緒。そう。覚えててくれたんですね。覚えてる人いるのよ。ありがとう。俺が、寝てるところを写真撮った。そう。前と一緒。性格いいのが分かっちゃう？隠しててもバレちゃうか、出ちゃうか。口は悪いけど。口悪いけど、マジでこの子いい子だよ、今まで一番。小悪さんもありがとう。めちゃくちゃ優しいよ。俺もフォローしてよ。フォローした？ありがとう。うん、もうやめるかも。フォローする意味なくなってきた。やめるもう。ママが配信するか、ナイスやるか。まあ、もんちゃんとかに勝てへんけど。そら無理なあ。でもお金になるからな、ナイス取れたら。でも長時間やんないとな。もう引退するかな。ゆいた花火仕込んだ。うん、せいちゃん俺より儲けちゃうんじゃないの。イベント出る。せいちゃんこれ。あ、楽しさん優しい。ハート花火ありです。フォローした、ナイス押す。ほんま200人フォローありがとうございます。あそこ臭かったよね。匂い嗅いだことあるの、もんちゃん。誰の？もんちゃんの。今はあそこ
もんちゃん強いよね、今どうなってる女の子のナイスランキング。どこで見る、勝てなくない、ひよこ投げたい、やってみる、じゃあママのアカウントで。どれでナイスの、ナイス、ここでずらしてて N1 って、それでランキングで女の子、それで全国これ、うん、で女の子のランキング、え、あ、そういうのか、あ、もんちゃん養分抜いてるよ、もんちゃんやばいな、養分抜くってよっぽどだよこれ。あ、そうなんや、養分さん すごい、ね、養分すごいよ、仙台水行くよ、すごいね、もんちゃんすごいな、2位だって50万だぜ、総合。せいじさんもこれおやつあげようか、トンツキ、うわ、ゾウさんありがとう、トコちゃんおやつもらったよ、これ袋の音したら起きるから、起きるよ、見てて見ててね、うん、カシャカシャってしたら起きるから、耳がピンと、今日は馬の肉あげるね、馬肉でかいホープ馬の、はい、おいで、おさえして、はい、おさえして、おさえ、おて、おてよはい、チャポ、チャポおいで、おいでしょ、ママママ、おいで、ママ、前でママ、おいで、え、偽アカウントある、偽アカウント出てきた、偽物いんの、嘘、おいで、はい、こっち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 、もっと見え、ない、ないけど、どうやったら出てくるのかな、浮いたんで検索したら出てくる、いや、出てこんへん、あんちゃんはね、あれ、はい、ピンポン鳴ったら泣く、外でワンちゃんのあれしたり、はい、お座りして、お座り、待てよ、見て、見えてる、うん、待て、待てよ、はい、ないな、なんで、一旦政治もこれからお手伝いしてやな、足の粉瘤ある、誰、俺、ないよチャポラのことかな、チャポとプーマ、知らない、おやつ大好き、ちーたまんま美味しいね、美味しいね、よかったね、ゾウさんありがとうって、これは馬のお肉、そう、プーマ、腰に、あ、これは学べる、外そう、おむつ外そう、な、おいで、おいで、おしこして、はい、あ、鹿肉もたまにあげる、おしこしてた、これ、マナーベルト、これにおむつつけて、そう、こんなのあるよ、かわいいって、よかったね、かわいい、リスナーさんにありがとうって言われた、おやつでありがとうって、チャポちゃんですね、よろしくね、これしてない時もおしっこする、見てないとダメだよ、これおしっこ、そう、ちゃんととかしたら取って、ここに座ってたら大丈夫だけど、他カーテンのとこ行くとおしっこしちゃうから、せいじくんのおむつ入る ないですあ、でも パパ普段パンツで落ちるんだけど、いつもパンツのここにこんぐらいのシミがあるから、パパこれなーにって聞いたら、これは手を洗った時に飛んだんだよって言ってくる、本当は残尿です、いつも残尿ってさ、絶対出るよね、40超えてたら残尿って、おしっこ終わっても出ちゃうときあるよね、あるでしょ、だこれみんなあるね、ママ、ちょちょ、なんで嘘つくんじゃん、恥ずかしくない、パンツ一丁でうろうろしててさ、おしっこから帰ってきてさ、パンツがシミになってたらさ、ごまかしたくなるよね、手洗って水が飛んじゃったって言いたくなるよね、
ちゃう。キレ悪くなるんだよ。終わってんのに出ちゃうんだよね。そことだよ。でもいやティッシュで拭いても意味ないと思うよ。黒とかでもあれわかるねんな。パパ振りがたり絞っても意味ないと思う。でもそのトイレで振り回さんといてほしいしな。ああね、トイレが汚れるから。そう、ああ、あごなしの時ある。そうそう、ほんまそれあるよね。これ残尿とかの量じゃない時あるもん。だから長くね、おしっこの時は座ってんだよ。終わってもずっとさ、出るかなと思って、で、やってもパンツについちゃう時ある。ズボンボトボトになるわ。だって金前さんもそうだよ。だって残尿出てるじゃない。あの人だってパンツよりハーフパンツまで残尿ついてる時あるからね。はい、配信で。ほんま？うん。ハルンキャ飲んだら楽になるの。なんか何ハルンキャって残尿の薬、漢方の。わかるでしょ。だからママこれ普通なのよ、40超えたら。別に汚いとか思わないで。言ってないやん。パパこれ何って聞くね。うん。ほんなら手を洗ったお水が飛んだんだよって言うから。うん。そつけや。尿漏れパッドか。あ、そうね。若い人ならへんねや。チャレンジ失敗です。すいません。食いませんでした。いや半分ぐらい食ったけどね。25歳ぐらいは食ってる。食べてないから。な。20歳ぐらい。だ。絶対10皿以上食べたもん。うなぎ1個も食べてないやろな。うなぎだけで3皿ぐらい食べかけたって。しょうがない。もうだって40代食えないよ。胃袋小さなってるもん。じゃあそう、え、くしゃみでほんまに出るときある？それはない、まだ。うん、残尿はしょっちゅう。だから パンツじゃなくて普通にさ、こうズボン履かしてほしいよ。ママがさ、パンツ一丁でいるって言うからさ、パンツなんだよ、いつも。パパのズボン黒いのばっかやからな、ワンちゃんの毛がついちゃったりするからさ、自分でそれをズボン履かしてくれんの処理すんのやったらいいねんけど、絶対コロコロとかしいひんから、うん、自分の服は毛がついたらコロコロとかやるけど、で、パパ服着て寝転んだら、すぐ毛玉できんねん、大きいから体が。それ分かってるやろ、うん。うん、女の子でもあるんだ、残尿って。愛子さんもそうだったもんね、残尿。残尿じゃなくておもなしです。おもなしか、あれは。アンダーアーマー、そんなの。アンダーアーマーってアンダーアーマーじゃない。アンダーアーマーの何。アンダーアーマーのアンダーアーマー。なんだそれ。浮いたん吸わないね。吸うのはあの俺のチンポだけで、専門で。あ、女の子でもあるの。ん、座った後立つと他のところの残念方。うん、そこまで聞いてない。酒もタバコもやんないのよ。、うん、だからさ、何をさ楽しみに生きてんのかなって思う。何にもやんないのよ。うん、いや、最後こそしんどい。だからあの服とか化粧品とか美容に関しては結構お金使うね、やっぱり。何もやんないから。さ、見てんの楽しい。ネットとかで、インスタとか。インスタいつも見てるよ。なんかみんながさ、モデルさんとかが使ってる化粧だとかね、いろんなさ美容に関することとか調べて、逐一チェックして、あのお気に入り入れて、お店とか行ったりしてるよ。予約して見てるだけで楽しいねんな。うん、調べたり。もうネイルも毎日行ってるよ。毎日行くか。もうあの月決めでお金払って行ってるよ。病気。うん、すぐ嘘つくから。なんで毎日ネイル行くって。ほとんど毎日行ってるよ、マジで。爪毎日行くってどういう状況や。俺の感覚だとね、また行くのって。この前行ったばっかじゃねえみたいな。うん、
いやサブスク違う、月決めじゃないよ、素払いだよ。女ってお金かかるね、うん、収入源だから女ふわっちだよ。なんでゆくゆくね、今はしたら今はずっと自分の貯金だよ、うん、だからそういうこと言うから勘違いすんの、何を払うねんな、いい加減にしろよ。あのね、ウイタンの金かかるやつを全部払ったら破産するよ。それぐらい金づく荒いんだって。荒くないから、よく言うよな、そんなん言ってたら言うで、突っ込むで。競馬に関してなんか言ってるか、言ってないやろ、聞きもしいひんやろ、やかましいし。マジで破産する、こっちもな、財布一緒にしたら。いやいやいや、自分競馬でなんぼ使ってんねんって話やで。ブーメランな、一切言わへんねんで、負けようが何しようが何も言ってないねんで。これ結婚してたら火薬産地から帰るときどんな面して帰ろうかなって思うよ、いくら負けたって。やばくない、それで人にさお金使い荒いとか言うけどさ、じゃパパのお金を使ってんねやったらわかるけどさ、しかももし結婚してたらそんな風にやらへんやん、みんなだって一人でいるときは自由に使ってる人もさ、一緒になったらさ、それは抑えれるやんか。ウイタンもだから配信で食っていけばいいんだよ、俺と一緒に。だいたいうまいところで2週間ぐらい、2週間そっか、会社なしなあ、真面目な人がそうやって言ってきてんのやったらまだしもさ、びっくりするわ。30ぐらい使ってんじゃん、月。何に美容使ってないわ。20ぐらいかな、使ってないわ。10万ぐらい、いやそんな使ってないで言っとくけど。あ、そう、うん、浮いたら配信させるか、仕事してないし、どういう感じのことですか、喧嘩になる、させる、配信デビューさせる、ひよこ、ひよこシャワーする、ナイスしなナイス稼ぐ、うん、5万も使ったら多いぐらいじゃないかな、さ、なんかが化粧品が切れてとかやったらあれやけど、最近でも健康にもね気使って、なんか飲み物もねなんか買ってんのよ。サジーって知ってる、サジー、サジー知ってる人いる、変なね、オレンジの飲み物なんだけど、あれ飲むとどうなの、あれ、あの配信みたいに。サジ知ってる、チアシード知ってる、知ってる、それね、飲んでんだよ、高くない、高くないよ、見してみて、あれサジ気持ちよく女体出してやれよ、出してやれよ、あ、特別サジルーケなナイス期間前に5万円もらえる、 ありがとう、へえ、やる？前もさ、なんかそうそう、初回500円のやつ、前も配信やってたけどイベントとか出たことない。飲んでる人いる、あ、飲んでる、あれ最初インスタで出てる、そうそうそう、サジ最初まずいけど慣れたら、芳醇サジ、そう、慣れたらな、美味しい、美味しいっていうか普通に、俺飲んでみたんだけど、どんな味、最初はまずい、どんな味するの、飲んでみるわ、飲まんでいいってもう何も分からへん、飲んでみるわ、いい、あのオレンジのやつ、じゃあもうな、何も分からへん人が飲まんでいいって、ほんまに飲んでみる、いい、いい、なんで飲まさなあかんのか分からへん、あ、ちょっとブロックする、頭おかしいえ、でもこれミスっただけじゃない、ミスってない、ミスってない、ほんま、これもう頭おかしいやつ、ほんまに、ダメダメ、いいの、あ、いいよ、バレス、ちょっとなんかダメ、頭おかしい、あれタヌキでやってたらこんなの超湧いてくるからね、通常枠でこの頭のおかしいやついんだから、アディクト伸びるよ、うん、でも塗りすぎたら色素沈着しちゃう、子供が打ったわけないだろ、もう即バルだよな、ほんま、めんどくさいよ、あれミスったと思うんだよ、ダメだよって言っても多分またやってくるもん、なんか寝ぼけてたかもしらんやんな、ダメだよ、頭おかしいよ、でもパパがブロックしろって言ったから、正座して見てない時点でダメだよ寝ぼけて打ってんでしょ、ダメだよ、寝ながら打ってんだから、意識低すぎるよ。オレンジジュースで割ってた、正座してみるのがね、うちの配信スタイル、あれ寝ぼけてない、寝ぼけてないよ、あ、ほんま、即バルだよ、寝っ転がって見てるじゃダメだって、意識低い、でもな、昔チャポが携帯いじっちゃって
コメントしちゃったことあんねんな、パパの付き合う前に、うん、青汁？青汁って飲みやすいんじゃない？